よし。はい、どうも皆様こんにちは、ささりこうもりです。お昼食べて元気いっぱい続きやっていきます。よし。で、前の動画を見直して、火がいるだとかなんだとかっていうのを見てきて、釘はゲッチュ、マッチはある。なんで入れん。燃やすものがないなら、ろうそくなり食材なりを見つけてくればいい。おーっと、マウスちゃん。薪、これじゃねえの。あとは燃やすもんとろうそくさえあれば、ろうそくなり食材なりを持っていけばいいんじゃないかな。だから今回はそれを探す旅になる。こいつ持ってこうぜ。なんかお祓いだとかお焚き上げだとかで炎がいるとかなんだとか。火はなんたらって書いてあるから、これ持ってけたりすんのか。ダメじゃん。最適解がわからんな。おこんなところに。クローゼットには服どころかハンガー一つかかってない。クローゼットだったのね、ここ。全然気づかなかったわ。お、なんだ、なんかいいの見つけたかもって思っちゃった。なんやろうな、このなんかカーペットのところになんか怪しいところがあったりするんだやろか。いや、もうわからんな、ここに抹茶あった以外のもないぞ。どうする？これ立派な食材は持っていけへんし、薪もダメ、進もダメ。それでも入れんとは。一体僕はどうすればいいんだ。スパイケン、覗き込んでもダメって言ったわ。あの人形は無情にも探し物ここにはなし。なんだ、金槌を手に入れたぞ。あ、これであれぶっ壊すんでは。これ。ハンマーなんか使うところどっかあるか？そういやよ、ここガラスなくなってんな。綺麗に小綺麗になった。いけた。必要な道具が揃ったかな。みんなを呼んでこよう。金槌なんか言われてたか。これで準備は全部終わったんだよね。そのはずだ。みんなを代表して礼を言わせてもらおう。谷岡君、よくぞ一人でさまざまな道具を見つけたものだ。あ、いえ、みんなに協力いろいろしてもらいましたし、ではこの後の手はずを打ち合わせよう。申し訳ありませんが、この場は俺に仕切らせていただけますか？無論だ。今回の場合、君が誰よりも適任だろう。パンチ任せるぞ、三上くん。三上くんに頼ってばかりで悪いけど、私じゃどうしたらいいかよくわかんないもんね。ありがとうございます。
それでは早速だが本題に入らせてもらう。俺たちの目的はみんなで無事にこの屋敷の外に出ることだが、そのためには左近を打ち倒す必要がある。今ここにある道具はマッチに金槌と釘、これだけで左近に対抗できるかわからないが、やりようによってはなんとかなるかもしれない。そういうことか、ゴルディオンハンマーするのか。そういうことか、釘打ち込めってことか。何せ奴は弱ってるらしいからな。おお、お前が言うと悪役っぽいな。愛一郎ってそういう指揮官役が似合うよね。どうにも緊張感が足りない連中はさておき、次は段取りだな。祭司の立場にあるらしい俺は言わずもがなとして、悪いがもう一人だけ中庭に同行してもらいたい。儀式には供養が必要だろ。は？お前俺らに食われて死ねって言ってる？バカを言うな。これが正当な儀式であると思わせるための競技役が必要だと言っている。それが実は祭司とグルになってるってことか。お主も悪いよのって感じだね。すごい三上くん、作詞。危険の伴う重要な役割だな。よければ僕が同行しよう。オカルトなど恐るるに足らず。カイドウジ君はダメ、強すぎる。む、どういうことだ大野くん。ああ、なんか分かった気がする俺。幽霊も裸足で逃げ出しそうな大声だもんな。化け物だってそれやばいって思うわ。失敬だぞ笹山くん、僕のどこがまずいというのか。ダメ出ししたのはそもそも俺じゃねえし、ケイヤの兄貴だろ。そのように言われるのなら誰が適任か分かっても俺でしょ。谷岡くん、あれの好きな死の汚れがまとわりついてる。あれはもともと死体を食ってたものだから。何、俺死にそうなってんのこれ。わかりました谷岡、無理強いはしない。君の意見を尊重しよう。どうする？嫌だったら私が行くよ。後輩にばっかり危ないことさせられないもん。同感だ。君はすでに十分すぎるほど働いてくれた。これ以上の無茶はせずともいい。まあ命かかってるしな。なんなら俺が行こうか。それだけはマジ却下。なんで？わかった、やってみる。何もできないで残されるのはもう嫌だ。決まりだな。他のみんなはここで待っていてくれ。必ずやり遂げてみせる。うん、二人がちゃんと戻ってくるって信じて待ってるからね。というわけで一旦セーブして、よし、まあ適当に頑張ってこいよ。ダメな時はみんなで共倒れだからな。これが本当の釘持って参らんだね。あれ、反応微妙。足元に気をつけて。地面の下はあれの領域。こうした状況でも合理的な説明を求めている自分がいるのだ。うん、戻ったら納得がいくまで論理的に考えるとしよう。いい？絶対に無理しちゃダメだからね。限られた道具でも使い方を考えればどうにか対抗しうるだろう。手順の考慮が必要だな。覚悟は決まったか？もう少しだけ待ってくれ。また文章読まなかったね、君。いっす。では行くぞ。行くぞ。なんかハンマハンマーみたいなってる。風鳴りや。これがすごく大きな木だ。準備はいいか谷岡。うん。まずは何をしたらいい。あたりに米をぶちまく。そうだ、大野くんにもらったお米。いけい。桜を三上の祭司が供養を捧げに参った。次はどうやら釘打ち込むんかな。くらえ。何か今だ、燃やせ。いかがでしょう。生きてる木やったらええと思うけどな。うわ、ガチガチに燃えてる。すごいな。普通木の頭が燃えるんやと思うけど、地面丸々燃えてたやん。お、凄まじい炎に包まれて叫びを上げる桜の木を背に俺たちは駆け出した。中庭から戻った俺たちを見、他のみんなは一様に安堵の表情を浮かべていた。迎えてくれたみんなを三上くんがせかし、玄関へ向かって走り出す。扉は開いていた。俺たちを見送るかのように扉の左右に分かれ、屋敷にいた人形たちがずらりと並んでいる。その間を走り抜け外へと飛び出す。
お、頬を撫でた夜風に振り返ると、夜の闇は赤々と照らす炎の色が空を焦がしていた。式での出来事から数日が経って、奇妙な部活に参加すればやはり奇妙な体験をするものだと俺はしみじみと実感していた。とはいえ今はまだあの部を辞めるつもりはない。今回は不思議な出来事に巻き込まれはしたものの、常日頃からああしたことが起こるわけでもないだろう。それにもし嫌になったら単に部室に行くのをやめてしまえばいいだけだ。あの部には幽霊部員がすでに大勢いるし、最初からいつ辞めてもいいと言われているのだから。ただ一つ、夏休みには合宿がしたいと折村先輩が張り切っていることがとても気がかりだった。この部活で合宿とは一体何をする気なのだろうか。できれば曰く付きの場所に泊まり込むような真似だけはしたくないものだ。よし、明日の準備終わり。めっちゃ嫌な予感すんねんけど、死のなんかがまとまりついてんでしょ。で、あの女の人も結局何なんか全然わからへんかったしさ。いるんちゃん。明日は終業式か。早いな。折村先輩が放課後集まってって言ってたけど、合宿について何か決まったのかな。またおかしな場所に連れて行かなければ行かれなければいいけど、ほーらーなんかいますよね。まゆみまゆみっつってたもんな。なんだかやけに眠い、疲れてるのかな。連れてかれる。終業式まで待ってくれてんや。あなただけ置いていけないわ。だからみんなで行きましょうね。わあ、終わった。おかみさんの赤字屋敷。白米人参。いてててて。やっこそうすけか。悩んだ時の相談役ね。コミュ障の素材倉庫さん、ドットエ世界さんに、ピポ屋さんに、白黒洋菓子店さんか。あー腰痛い。うわー終わった。なんやってんや、あのお姉ちゃんは。するけど、ノーマルエンド今回。これノーマルか。ノーマルやのに結局主人公死んでパッとな感じやねんけど。最後は携帯電話をなんか2回使うとかなんとか。お、メールの受信欄には姉からのメッセージが残されている。帰ってこないで。どういうことやねんやろな。これでトゥルーエンドになるはず。これもエンド分岐をリードミーの下にポチって置いてあったからいけるはず。っていうのと、米をまかずに行った時どうなんねやろ。下から根っこブーンって刺さって飛んできて刺さないねやろか。三上くんから怒られるかな。死ねー。地震な。そんなパワーあんの。待って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 、携帯使った後やったっけ。よし、使った。何やろな、帰ってこないでって。どういうことやねん。実はこの部活動に入ったこと自体が、なんか、夢の中でみたいな感じ。長い。いいぞ。お米を食らえ。
土を清めてゴルディオンハンマードン。ヘブンはしないけどハンマーヘル。で火をつける。やっとね。どっから分岐するんやろ。ちょっと注意深くボタンを押さないといけないな。徐々に奇妙な部活動やな。ここね。おーのー。なんだかやけに眠い。疲れてるのかな。変わらん。あなただけ置いていけないわ。だからみんなで行きましょうね。あれ？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 見るタイミングが違ったのか。帰ってこないでって言われたときに何かしらお子さんといかなかったのか。変わらなかった気がする。今日暑い、今日暑い、暑いとなったかい。ああ、ノーマルエンドだ。全く一緒のものじゃねえか。なんだ、なんかここなんか携帯2回見ろとかなんとかって書いてあったのに。ちょっとカットするか。カットしましょう。いやカットできねえのか。これプツって切れちゃうんだわ。じゃあまたちょっと真の最終回はちょっとつなげるなりなんなりしようか。じゃあ一旦切ります。はい、ここまで。はい、ここまで戻ってきました。マッチがない状態で、どうやらね、マッチを取る前に、取った後に追っかけられた時にわざと捕まるみたいなことを聞いたというか書いてあったので、それをやっていきます。水木とのイベントも済まして、白米をもらって、このイベント、あの大野くん、そのさっきの女の人は消えちゃったんですか。ケイヤから離れてもらっただけ。また迎えに来ると思う。そうですか。これか。これが新しいイベントだ。母さん怒ってるのかな。どういうことっすか。本当は最初から分かっていた。俺を追ってくるあれは母さんだということ。嘘。でもとてもじゃないけど状況が飲み込めなかった。信じられなかった。だって母さんは1ヶ月前に、1月前に死んでしまったのだから。あの日の出来事は何日経ってもずっと頭から離れないでいる。きっと生涯忘れられないんだろうと思う。母さんが死んでしまった日、その前日の夜、俺は姉貴と大喧嘩をした。喧嘩の理由などいつだって些細でくだらないことだ。なのにあのやりとりを今もバカみたいに覚えている。ああ、スマホが欲しいな。友達はみんな持ってるのにさ。率直で正直な感想ではあるが、別にスマホで何がしたいというわけじゃない。ただ持っていないことで周囲の友達から少しバカにされているのが嫌だっただけのつぶやき。もちろん本気で欲しがっての言葉じゃない。ままあるちょっとした日常のぼやきだ。けれどもそばにいた姉貴はひどく不機嫌な声でこう言った。あんたそれお母さんに言ったら張り倒すからね。苛立たしげな表情とトゲのある音声。じゃあ声音。普段ならああそうね、くらいの返事で片付くはずのつぶやきに帰ってきた怒ったような気配。俺たちが小さい頃に父さんが亡くなってしまってから、母さんは女手一つで懸命に働いて俺たちを育ててくれた。母さんが頑張ってくれているのを知っているから、俺も姉貴もあまりわがままは言わないようにしてる。だからこそ姉妹間でだけちょっと嫌うような軽い愚痴めた言葉のつもりだった。スマホじゃなくても携帯電話もらっている。不満はない。ただ少し思ったことを口に出してみただけだった。姉貴があらわにした思わぬ怒りに俺もついカチンときた。そんなに怒ることないじゃないか、と言い返す。気がつけば大声での隣り合いに発展し、騒ぎを聞きつけた母さんに止められて、俺たちはようやく喧嘩をやめた。叱られたからお互いにおとなしく引き下がったけれど、もちろん怒りは持続している。次の日は休日で俺は友達と出かける約束があった。
あの日は梅雨晴れの快晴、目に痛いほどの空の青さが脳裏に鮮やかに焼き付いている。約束の時間にはだいぶ早かったけれど、姉貴と顔を合わせるのが嫌で、俺は朝早く家を出た。行き先は電車で少し行った先の大型ショッピングモール。みんなで様々な店を冷やかして昼飯を食べる。夕方頃から用事のあるやつがいたから、午後2時頃には最寄りの駅で解散した。俺の手には洋菓子店の紙袋がある。家にいる二人へのお土産だ。中身は以前、テレビで紹介していたマドレーヌ、姉貴が食べてみたいと言っていたものだった。姉貴がどうしてあんなに怒ったのか冷静になって考えてみたらすぐに分かった。家の経済事情を持って姉貴は今年大学進学を諦めたのだ。なのに俺と来たら友達が持っているから、なんてつまらない理由でなくてもいいものを欲しがって、姉貴にしてみたら怒り出したかもなるだろう。うちの学校は1年生は1学期の間アルバイトを禁止されていた。母さんからもらったお小遣いでまた無駄遣いして、なんて怒られるだろうか。でもきっとお土産を喜んでくれるだろう。そしてちゃんと謝ろう。そんなことを考えながら二人にメールをした。今から帰るよと短い送信。こうした連絡に返事がないのは普段通りだから、姉貴から返信が来た時は少し驚いた。姉貴の方もちょっと言い過ぎたと思ってくれたのだろうか。帰ったらやっぱり自分から謝ろうと思ってメールを開く。それで帰ってくるのか。その文面に目を疑ったことは言うまでもない。まだ怒ってるのだろうか。そんなに怒らせてしまったのだろうか。愕然とし承知する。やがてふつふつと昨夜の怒りがぶり返してきた。そこまで怒ることはないじゃないか。姉貴の気持ちは分からなくもないが、それにしたって帰ってくるなとはひどしすぎる。だったら言われた通り帰ってなどやるものか。片手に下げたお土産の入った袋をやけに重たく感じながら、俺は意味もなく駅前で時間を潰し続けた。次第に日が傾き、辺りは少しずつ暗くなってくる。帰りたくはなかったが、かといって夜遅くまで外で過ごすような勇気もない。結局俺は情けないような気持ちで軌道に着いた。玄関の前まで来て気づく。ずいぶん前に連絡したのになかなか帰らないから、母さんを心配させてしまったかもしれない。母さんには謝らないと。ただいま。え？真っ暗だ。母さん出かけてるのかな。確実にやばいやつやん。血まみれやん。え？母さん？自殺だった。正確には無理心中。母さんは部屋にいた姉貴を包丁で刺して、俺の帰りを待つような。数時間の間の後、リビングで見つからぬ命を絶ったようだった。自分でもどうやって通報したのか記憶にない。家に帰ったら母さんが死んでいて、助けを求めようとしたら姉貴も死んでいて、呆然としている間に、うちにいつの間にか警察が来ていた。最近母さんの元気がないのは知らなかったのは知っていた。一人でいる時に暗い顔をしているのを見たけれど、俺たちに気がつくとすぐに笑顔になってくれるから、それ以上問うことはできないでいた。警察は職場での人間関係が原因じゃないかと言っていたけれども、本当のところはわからない。母さんは何も言ってくれなかった。いや、言えなかったのかもしれない。一人になってしまった俺は、おじさんの家に引き取られることになった。おじさんもおばさんもとてもよくしてくれる。まるで母さんの力になってあげられなかったことの、せめてもの償いであるかのように。姉貴とは喧嘩をしたままでもう二度と仲直りはできない。もし謝ることができたなら、姉貴は俺を許してくれるのだろうか。そっか、お母さん死んだっていうのもさ、事故かなんかかと思ったら、そういうあれだったのか。これは後から聞いた話だが、警察の調べによると姉貴が死んだのは正午を少し過ぎた頃だったそうだ。そう、あのメールは姉貴の死後に届いたものだ。そう。姉貴の携帯にあのメールの送信履歴はなく、帰宅時間が遅れたことに対して奇妙な証言をした俺に、警察は少々疑念を抱いたようだった。けれども疑いもすぐに晴れた。当然だ。俺は何もしていない。何もできなかったのだから。なのに俺だけまだ生きてるから。怒ってるんじゃない。え？大切なだけ。だから置いていけない。話し合ってみて。話し合うってどうやって？だって母さん追いかけてくるだけで。当たったら僕死んじゃうんですよ。死に戻り繰り返してる人。ケイヤから離れてもらったばかりだから今なら大丈夫だと思う。だから話し合ってみて。ほう。重いわ。重いわ。たわけ。マッチでーす。出てこいや、ママン。あ、音ちょっと違う。こいつ全力で俺殺しに来たやん、さっき。
超加速まで使って俺殴りに来たのに、めちゃくちゃやな。どこで話そっか。カーペットとかのところがここにいよ。お母さんと一緒に行きましょうね。行ったら死ぬとかそんな話だったの。うん、母さんと姉貴と一緒がいい。お母さんがずっと守ってあげるからね。ゲームオーバー。いやでも無理心中はどうかと思うけどな。俺は死んでから守ってあげるからね、なんかいくらでも言えるやん。生きてるうちに言えよ。ママン来いや。隣に来いよ。あ、逆になってしまった。お母さん寝てる状態になってしまったよ。一緒に開けへんよ。俺はねえ、わ、連れて行けないよ、お母さん。あ、俺ね。あ、さっきから来てたの、この子か。こっちに来いって逃げてたやつ。主人公のこと、名前すっかり忘れてる。のことは置いていくの。姉ちゃん、姉貴？あ、ずさ。やっと話聞いてくれたね。一生懸命なのはお母さんのいいところだけど、もうちょっと周りも見てよ。まずさ、まゆみ。あ、俺まゆみか。うん、まゆみはね、一人だって大丈夫。もう小さい子供じゃないんだからさ。それにまゆみはそんなに弱くないよ。女の子の名前みたいな、まゆみって。本当に大丈夫？一人で寂しくない？元気を。もう職場の仕事関係やったら一旦辞めるなりなんなりしたらよかったやんけ。おじさんとかおばさんとかもいんねんからさ、死ぬよりマシやろ。寂しいよ。ああ、でも頑張らなきゃ。姉貴の言う通り、もう高校生なんだから、母さんがいないと何もできないわけじゃないよ。そう、よかった。真由美は大丈夫なのね。お母さんには私がついてるから心配しなくていいよ。姉貴。あかん、俺も泣いちゃう。俺も泣いちゃう。何泣いてるのよ、あんたが。あんたがそんなんだとお母さんが気にするでしょ。だって。まったく。ごめんね、あの時は言い過ぎた。ちょっとイラついてたの。やつ当たり、私が悪かったね。やめてくれ。この年になって俺も涙腺めちゃくちゃ弱いから。違う、悪いのはあんたが謝ることなんて何もないよ。謝ることないでしょ。姉、そんなに泣かれるとまんざらでもないけどさ、私だってもう行かなくちゃ。お母さんを一人と放っておくの不安だしね。待ってよ、もう少し。あんた私を嘘つきにする気頑張れるんでしょ。知ってるよ。まゆみは自分で頑張るって言ったことはちゃんとできる子だって。だから私あんたのこと心配してない。じゃあね。憑依させてたのか。え、また知らない場所にいるんだけど、もしかして俺も有病か何か？え、谷岡くん、なんで泣いてるの？まさか俺覚えてないけど何かした？ケイヤ、行こう。いや、待って、全然事態が飲み込めてないよ、俺は。ちょ、兄ちゃん。いやー、勘弁してくれ。あら、も
特別な話なしやな。ありがとうございました。何もしてない。ふう。道具は全て揃っている。またクリアまでやな。いやー、なんで死んだ。心配ならなりとこう場所変えるとかなんかいろいろあったやろうに。ああそうやった、ここの謎も解かんといかん。俺の人生に関与してる人間が死ぬのは嫌やわ。米をまく。発動承認。ゴルティオンハンマー。以上がおかみさんの赤ずれ式と呼ばれる場所で起こった出来事の詳細である。すべての元凶は恐ろしい魔物と化した桜の木であり、おかみさんこと三上家はそれを沈め続けてきた。それから長い年月を経た今、ついに我々がその魔物を仕留めることに成功したのだ。これで桜の怪物に壊れてしまった人々の魂もおそらく奪われることだろう。おう、ハンバーガー。どうやろうな、こういう感じのお店ってマクドナルドじゃない気がするな。どう、いい感じにまとめたでしょ。うわぁ、チャッチーな語り口が。堀村君、我らが部の活動記録に嘘800を並べ立てるのはやめたまえ。嘘じゃないよ、本当のことだってば。だよね、三上君、谷岡君。全てが虚構だとは言いませんが、堀村部長の記述の全文が真実であるとも言い難いですね。そうですね、ちょっと過剰かななんて。頑張って書いたのに。そのようなありさまでは以降君の活動記録は任せられんな。これから僕が記していくこととしよう。それはそれで内容がおかしくなる。む、笹山君、意見があるのならば堂々と言ってくれて構わないのだぞ。自信があるようならば君に記録を任せることも僕はやぶさかではない。ああ、勘弁。あ、そうだな愛知、そういやあの屋敷結局どうすることに決まったんだ。
元は結界の石として建てられたものではあるが、現在は市の文化財の一つに数えられるからな。現代界では一応保全という方向になってる。左近を封じという役目を終えた今、あの屋敷はただの洋館であり、出入りも完全に自由だ。これといって問題もないだろう。内部は多少傷んでいるから修繕の必要はあるが、火事に関してだけ言えば建物そのものには大した被害はなかったらしい。だが消防の話によれば、不思議なことに左近だけは跡形もないほどに焼けて炭化していたということだ。何か霊的な力でも働いてるのかもしれないな。三上君、君は理性的な人間であると思っていたのだが、残念だ。君もオカルトを信じる一派だったか。失礼しました。ですが、俺は自身が見聞きした事実に基づいて発言しているつもりです。見解の不一致はご容赦ください。ふむ、そのような言い方をされると何ともな。分かった。君には君の意見がある。僕の意見を押し付けるようなまではすまい。ありがとうございます。愛一郎とカイドウジ先輩が喋ってるとさ、なんだか芝居がかって感じしない？そうだね。あれ、ちょっと面白くてさ、で、マイマイを全部で食べてないよ。しっかり食べて栄養取らないと、せっかくの部長のおごりなんだからさ、ただでさえマイマイってヒョロヒョロしてるんだから。うん。真横に座られてるとなんだか食べにくいんだけど、あと呼ばれ方がすごく気になる。おい、ケイヤ、お前いつからそんな世話焼きになったんだよ。え、別にそんなつもりはないんだけど、あ、でもなんかマイマイを見てると面倒見てあげたくなるんだよね。不正本能？きっと憑依されてた影響がまだ残ってる。思いが強かったから。ちょっと兄ちゃん変なこと言わないでよ。意味不明だよ、まったく。知らぬは本人ばかりなりってか。いい加減自分が霊媒体質だって自覚持てよな。で、今更だけどよ、どうしてケイヤの兄貴が当然のように一緒に来てんだよ。普段ケイヤんちっていうくらいしか見かけないってのに。私が捕まえたの。ゲットだぜ。だって水木くんだってあの屋敷で共に戦った仲間だもん。遅くはなっちゃったけど、この祝勝会には参加してもらわないとね。ふむ、確かに思い返してみれば、廊下のあたりで織村くんが王の子を確保してるのを見かけたな。だって、生還おめでとうパーティーと夏休みの合宿に関する相談の場を兼ねてるんだし、人数が多い方がいいでしょ。げ、マジで合宿すんのかよ。このメンバーで？どこに？面倒ごとの予感しかしねえんだけど、これ。友明かな？友明の件はともかく、顧問の中田先生は何とおっしゃっているのですか？合宿となれば顧問の許可や同行が必要では。あ、気にしないで大丈夫だよ。うちの部に関しては基本的に放任主義なの。中田先生、忙しいから。中田先生は昨年度に発足した囲碁将棋同好会の顧問を兼任しておられる。先生はどうやらそちらのご指導に熱中しておられるようにな。故に僕が先生の部分でみんなを監督するつもりだ。あのじいさん、サボりかよ。友明、思っても口に出してはならないことがある。織村先輩、合宿ってどこに行く予定なんですか？あ、契約も参加してくれるの？嬉しいな。あのね、今のところ何箇所か候補があってね、それでどこにしようかを今日話し合おうって思ってるの。まずは一つ目、禁断の地、明神山の迷い川でしょ。それから、廃棄、鈴ヶ森の姫沼が血に染まる、と、戦慄、飯倉町のテコテコさんだね。どれも屋外のようだな。これはキャンプ用品の類が必要になるか。いや、気になるのはそこじゃねえから。所詮あんたもそっち側の人間かよ。あはは、どれもテレビの特番みたいで面白そう。でしょ。あと、ひなさとしじゃないけど、電車で少し行った先の町って、ある時期に天気雨がたくさん降るっていうのもあるよ。それは天ヶ塚のことだな。しかし、織村君、それでは郷土史の範疇から逸脱してしまうぞ。我が部の郷土とは、あくまでこのひなさとしを指すのだ。まあまあ、せっかくの合宿だもん。ちょっとぐらい多めに見てもいいんじゃないかな。あ、そうだ。お屋敷での功労者である期待の新入部員、谷岡君、君に合宿の行き先を選ぶ権利を与えよう。ほげー、これ、部長になりそう。え？というわけで好きな場所を選んでね。どこに決めてくれても全然大丈夫だから。どうしよう、責任重大？行った先でおかしな目にあったらお前のせいだからな、谷岡。谷岡、悪いことは言わない。辞退するべきだ。君には拒否権がある。まゆまゆが好きなところ決めたらいいんじゃない？どれも楽しそうだしね。谷岡くん、遠慮はいらない。君が思うように決めてくれたまえ。ほらほら、決めて。選ばないと私が適当に決めちゃう。その方がいいな。結局どれに決めても大変そうだし。はぁ、あ。母さん、姉貴、それから父さん、俺ちゃんと頑張ってるよ。
いい感じ。真っ白バックにタイトルや。うわぁ、最終回なっか。よいしょ。というわけで、いかがだったでしょうか。おかみさんの赤津屋敷。今回新作っていうので、途中で謎解きを間違えたり、間違えたりしたか間違えたりしたな、いろいろあったんですけど、まあ、そこまでめちゃくちゃ長い動画じゃなかったかもしれない。今回の最終回は多分長くなる。感想としては、そうさな、 Thank you for playingThank you so much for playing my game. タイトルいく？あら、まだかかるわ。画面が細くなった。これからの日常、True End。おしまい。で、タイトルの驚々しい音を聞かせていただくと。いやー、お母さん殺さんでもよかったやん。なんか主人公に属性つけるために。泣いちゃうよ。参るなー。ちょっと、嫌な感じやな。最近こう、身内に不幸があったっちゃあったから、嫌な感じやったわ。やめろよ、自殺は、マジで。マジな。マジな話、本当に良くない。何かしらがあったら誰かをとりあえず頼ればいいのよ、頼れば。とりあえず、まあ、生きててどうにもならん時って、もうお金を借りまくった時ぐらいやと思うからさ。仕事がなくても役所に行くなりなんなりしてつなげればいいさ。俺はそんなことになったことないから言えるけど。まあそうさな。まあ頑張れ。誰かしらに話せ。とりあえず話さんとわからん。まずは誰か分かってくれそうな人に話すことやな。もう生まれた以上は身内がいるはずやから、もう身内がいない天涯孤独とかやったら役所に頼ればいい。とりあえず国に頼れ。頼り方なんか俺知らんけど、市役所行ったらええんちゃうってぐらい。よっぽど足なかったりさ、こう障害持ちでさ、足ないとかでこうどこにも一人じゃいけませんって言うんやったらもう仕方ないかもしれんけど、足があって体があって動けますよっていう状態やったら、とりあえず市役所の場所を誰かに聞きながらでもいいから市役所に行けばいいじゃない。いじめられてるとかやったらもうなあ、それこそそのいじめられてるやつのなんか痛いところをさなんかするとかさ、とりあえず逃げればいい。さすがにいじめっ子も学校なり職場なりで家まで追っかけてくるようなアホはおらんやろ。とりあえず逃げる。困難から逃げろ。今回のおかんはやばいわ。一家心中はきついわ。っていうか結構育ってたやろ。もう弟高校生でお姉ちゃん大学諦めるぐらいってことは高校の終わりぐらいやろ。そこまで生かしといて真珠ってどうよって思うけどな。だからといって一人で死ねとは言わへんけどさ。もうちょっと子供らに相談してもよかったんちゃうかなと僕は思いました。丸。というわけで、これでおかみさんの赤津屋敷はオールコンプリートです。最終回だけ1時間ぐらいになっちゃったけど、よし。ではここまでのご視聴どうもありがとうございました。
また別のゲームでお会いしましょう。では、最後に一言、自殺だけは絶対にするなよ、マジで。